2004年の福岡ダイエーホークスは王貞治監督の下で10年目のシーズンを迎えました。それまでの9年間で3度の優勝を果たし、まさに黄金期を築いていました。しかし前年の日本一達成後、主力打者の小久保裕紀が巨人へ、村松有人がオリックスへ移籍するなど戦力の低下が懸念されていました。それでもチームは7月を除く全ての月で勝ち越し、勝率1位でレギュラーシーズンを終えるという素晴らしい成績を残しました。ところがこの年から導入されたプレーオフ制度においてアドバンテージの1勝を逃したこともあり、2勝3敗で2位の西武に敗退してしまいます。結果年間順位は2位となり、日本シリーズへの出場を逃す結果となったのです。そしてシーズン終了後、親会社のダイエーがソフトバンクに球団を売却することが発表され、16年間続いた福岡ダイエーホークスの歴史に幕が下ろされることになりました。